数年前旦那の浮気で離婚した。結婚2年目で子供もいないし少々慰謝料をもらってさっくり別れた。もともと私の持ち家出し向こうが出て行ったんだけど、昨日元旦那が奥さん子供 2.3 歳を連れてうちに居座ろうとした。奥さんには私を妹だと言って家に上がろうとしたので、略奪女さんお子さんできたんですね。何しに来たんですか?と声をかけたら、盛大にひっくり返ったので、ちょっとすっきりした。私の顔も覚えてなかったんかい。家に入れず近くの公園で事情を聞いたら、嫁いびりだって。へえ、嫁さんかばうようになったんだ、と元旦那に言ったら、親が孫に金を使う金食い虫になって、生活できなくなって。私の家に住み着くつもりでやってきたそうだ。どうせお前は一人身だろ?とか抜かすから。旦那に、連絡、徒歩距離に仕事場ありの幼馴染み。同じ公園に子供連れて遊びに行っていた義母にも来てもらい。びっくりしている元旦那に。誰が一人身?お前アホちゃうか、と言って追い返した。向こうの子供には、うっすら罪悪感はあるが知ったことではない。その家は俺にも権利があるだろ?とか寝言言ってたけど、離婚後親から売ってもらったんだからあるわけないんじゃ。ボケが。あとあと修羅場だったんだなと知った知人の結婚式。新郎と新婦は新郎が経営するお店のお客さんで、新婦からの猛烈アピールで結婚。お店といっても、趣味系の小さなお店で、常連さんが、かなりの頻度で立ち寄り、和気あいあいと談話しちゃうようなお店。もともとは、新婦は、その店の常連である、新婦会社同僚男に勧められて、その趣味を始めた。新郎は、店を構えるために、多少の借金もあり、さらに、ちょっと体が不自由ということと、新婦との年の差のこともあり、最初は新婦からのアプローチを断っていた。店の常連となりつつあった新婦が、同じく常連の私たち夫婦に相談をしてきて応援をすることに。ほどなくカップルとなり結婚することに、ここまでが前置き。新婦は新郎の人となりを見抜いて結婚を決めたので、新郎が、質素ながらもきちんと挙式しようというのを借金があるし、もったいないから写真だけで済ませようとしていたところ、新婦に店を紹介した同僚男が私たち常連に相談を持ちかけてきて、うちらが主催して披露パーティーだけでもあげさせてあげようとの話をしてきた。この案には私たち常連も大賛成。新郎、新婦に打診するととても喜んでくれた。で、結局はレストランウェディング的な感じで、貸別荘的な場所を見つけて、ケータリングサービスなども頼んで、それらの打ち合わせを自分から率先して同僚男が行っていた。もともと自分がキューピッド役みたいなもんだから。と豪語していた同僚男で、予約の手はずや司会進行などなど、いろいろな結婚式に参加したことがある私たちからしても、かなり綿密に手際よく行っていたので安心してサポートしていた。結婚式当日に現地に出向くまでは全く問題なかったのだが、当日約束の時間になっても同僚男が来ない。電話してもつながらないし、メールを何通送ってもダメ。予約していた場所は、自分たちの住んでる市から1時間以だったので、仲間うちの一人がバイクを飛ばして同僚宅に行ってみると、なんとアパートはもぬけの殻だった。レンタルスペースの会社に連絡をすると、きちんとお金は振り込まれているし、ケータリング会社も指定の時間にやってきた。中心的人物が不在のまま仕方がないということで式は開始。一部事情を知っている店の常連組だけは焦ってるが、式は予定通り進む。と、そこに、花屋の方が、フラワーギフトを届けにやってきた。差出人は、なんと同僚男。豪華な花束にメッセージカードが添えられていた。
サプライズかということで、事態を知らない司会者が、ここで花束が届きました。メッセージを読ませてもらいますね。と、メッセージカードを読もうとしたが、言葉が詰まって黙っている。ざわざわし始める参加者。個人的なお話が書かれていましたので、この手紙は直接新郎新婦に渡したいと思いますと焦った様子。司会者が新郎新婦に手紙を渡す時も妙に神妙な顔をしてるなと思ったが、手紙を見た新郎新婦が真剣な目つきに変わったと思ったら良なとも涙。店の常連組は差出人が同僚男だったので、何かまずいことが起きたと分かったんだけど、他の参加者は手紙に感動して泣いていると思ったのが幸いだった。なんとか式もお開きになり、常連組が新郎新婦のところに行って話を聞くと、同僚男は新婦のことを好きで、同じ趣味を持つことで付き合いたいと思ってたこと、天使に彼女を取られて自暴自棄になりむちゃくちゃ暴言を吐いたこと、レスで相当叩かれたこと、なんとか自分の気持ちを落ち着けていたが、数ヶ月後に店主はそれを知らず慣れ初めすれに書き込んでおり、それを発見してしまい自分が抑えきれなくなったこと、店主のことは尊敬してるし恨むつもりはないけど、幸せそうな二人を見るのは耐えられないということで、結婚式を率先して計画してそれを見届けることなく、みんなの前から姿を消す。要約すると、こんな感じのことが書いてありました。ちなみに、手紙には、常連の皆さんにも、この手紙を見せてくださいと書いてあった。アパートを引き払うのも、会社を辞めるのも、すべて計画しており、翌日勤めていた会社にも、精神科の診断書と自己都合退職届も、日時指定で送られてきたらしい。会社でも、新婦と顔を合わせ続けなければならないし、趣味の集いでも二人の姿を見せつけられる。それに耐えれなくなったんだろうね。地方から出てきている人だったから、後日常連組の一人が実家に連絡を取ったんだけど、実家にも死ぬことはありませんが探さないでください的な手紙があったそうな。常連組以外の出席者は全く不幸ではないけれど、式の用意の相談の時、店での談笑の時、いつもと変わらず笑い話をしていた同僚男のことを考えると、ことの内容を知っている新郎新婦と、私たちにとっては後味が悪い結婚式になってしまいました。